足利市常見町にあるマルチさんに来ています。光が遠くから目立ちますね。駐車場は店舗前。時間が遅くてライト消えてしまったので昼間の映像はこんな感じです。自販機が可愛いんだよな。入り口には営業時間です。店内可愛いです。アメリカンテイスト。壁もコンクリート風だな。木曜は餃子100円です。カウンター小上がりテーブルがあるよ。麺打ち場もあります。かわいいメニューです。お、結構メニュー多いな。ラーメンは醤油塩味噌です。あごだしもありますね。トッピングも豊富にあります。サイドも充実しています。ご飯物もあったりいいですね。悩んじゃう。卓上はシンプルです。餃子290円。ドロリン。餃子のサイズかわいい。女性でも食べやすそうな大きさ。こんがり焼かれてるのもいいです。油が浮き出てきてジューシーそう。それでは見てみましょう。裏面も綺麗ですね。割ってみましょうか。じゅわ、肉汁感がすごいです。それではいただきます。ガブリ。うん、程よいニンニクが効いて、あんはしっかり味がついてます。皮はもちもちしてて美味しい。中のあんがすごい好みです。これ一口チャレンジ。これは一口でいけちゃいそうです。うん、やっぱうめえな。チャーハン650円。ダラリン。そしてこちらのチャーハンです。卵こんな細かくなるっていうぐらい細かいです。色は結構薄めで、あまり見ない感じの色。具材はナルトネギ卵です。本当に色が白めです。これは気になる。まずはスープから。ラーメンのスープだ、うまい。それでは食べてみましょう。おー、うまい。一見薄いかなとか思ったんですけど、全然。見た目も黄金色で素晴らしいチャーハンです。こんな色見たことないですよね。うまいぞ。量も結構ありますね。お腹にかなりたまりますよ。醤油ラーメン780円。ダラリン。お、見た目綺麗です。チャーシューが白いですね。糸唐辛子とネギで色合いもバッチリです。スープは濃いめです。おいしそう。スープはどうかな。濃いめで油がちらほらあります。麺はどうかな。麺の中にプツプツが見えました。さすが機械を一切使用しない麺。うん、機械使わないですごい。これ、それではスープからいただきます。お、濃いめでうまいな。しっかりした味わいで美味しいよ。麺は食べ応えのある手打ち麺。もっちりしててたまらないね。スープと麺がすごく合っています。うまい。チャーシューはどうかな。大きめのロース肉です。こんな白いのも変わってますよね。トロチャーだ。それでは見てください。おっきい。柔らかい。トロトロです。うまい。中はこんな感じです。トロチャーは大好き。唐揚げハーフ330円。ドロリン。このお店は唐揚げも人気です。一つ一つめちゃくちゃ大きいんですよ。外側はこんがりしてていいですね。皮の部分はカリッカリです。頼んでる方も多めでした。それでは見てみましょう。
この皮は絶対美味しいよね。重いです。それでは食べてみましょう。ガブリ。やべ、肉汁あふれる。なんだこれ、超うまい。味がしっかりついてて濃いです。中はこんな感じ。ジューシーかつカリカリ。これめっちゃうまいな。マヨがついてるのでこれもありですよね。ラーメン屋さんでこの唐揚げは驚きました。唐揚げ屋さんでももういけちゃいますね。皮はパリパリ、中はジューシーです。ご飯も食べたくなるような唐揚げです。箸が止まらないね。レベチすぎる唐揚げです。胡椒も効いて素敵。餃子ごちそうさまでした。チャーハンごちそうさまでした。醤油ラーメンごちそうさまでした。唐揚げごちそうさまでした。それでは振り返りです。チャーハンの色が斬新で味ももちろんうまい。唐揚げはかなりレベル高いです。ラーメンは手打ちの麺がうまい。餃子も最高。本日はごちそうさまでした。